おはようございます、ヨネちゃんでございます。今日は日曜日、晴れたね。長野とは相性が良い。今日はね、日曜日ということで混雑を避けて渓流遊びでもしようかな。それとね、最後はじゃねえな、フラワーガーデンかな、そちらの方行ってね、お花を楽しみたいと思うぜ。次にやってきたのがこちらだ、横薬莢の無料駐車場、俺だけ。それじゃね、横薬莢っていうところね、行ってみようと思うぜ。今ね、こっちの駐車場を止めて、今現在地ここでしょ。でこっからこの川沿いにね、霜降りの滝、両部位は大滝で順にね、見ていこうと思う。約往復3時間の、工程かな。横薬莢って氷瀑群って書いてあったんだけど、こんななって滝が凍るんだね。3月下旬までは凍ってるんだ。よし、行ってみよう。はい、米散歩開始から約15分、すごいぞ乙女の滝っていうのがこちらだ。すごい、これが乙女の滝、こんな近くで見られるんだね。ここにマイナスイオン指数っていうのが書いてあるけど、どういう単位か知らないが2万だって。すごいぞ、これ以上近寄れない水しぶきが。うわ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 、すごい、これで計測してるんだね。はあ、なんでね、これが乙女の滝って名付けられたかわからんが、工業用水を満たすためにね、人工的に作られた滝なんだって。そうかそうか、これね、川沿いに歩けるんじゃないんだね。あ、ここで一旦一般道に出るんだね。それで一般道で、大滝とかおしどり隠しの滝とか、その辺りをまた川の方に降りて見るような形だね。横薬莢遊歩道がこれから始まるのだが、革靴、サンダル、ハイヒールなどでのご利用はご遠慮くださいだって。まあ今行けそうだけどね、危ないと判断するときは、素直に諦めようと思っている。はい、この先通行できない火橋だね。こっから撮りたいのだが、霜降りの滝っていうのがあるんだね。はい、ちょっと見えづらいがね、これが霜降りの滝っていうんだね。うん、こっからの方が眺めいいね。どうや、わし岩、あー、わしの、どこにわしがいる、わからん。わしのくちばしか、あー、なんか象みたいだけどね。昨日のね、立品大滝みたいにね、ほんと原生林が残ってるって感じだね。すげえな、こら。はい、ここのね、横薬莢っていうのはね、人工物がね、何もないんでね、本当に気持ちいい。人工物って言ったらね、この案内看板だけだもんね。よし、横薬莢氷瀑200m 先ちょっと行ってみようか。ほら、はい、これもね、表情がね、全然違う滝だぜ。ほれ、見てみーや。あー、素敵だね。滝もすごいけどさ、ねえ、この岩盤見える？いつ崩れたっておかしくねえぞ。上まで続いてるんだ。ち
ぽい岩盤だからね、崩れてもおかしくないね。怖い怖い。いやなかなか厳しいね、遊歩道だけど、ところどころにねこんな滝が見えるからね、癒される。あーどうもピントが合いづらいが、すごいぞこれ。あーいやーすごい、滑り台のようにみんな流れていくの。こっちの方がピント合うかな。ねえ、流れるように岩肌を縫って水が落ちていく。ほら不思議な木だよ。この木なんてどうやって生きてるんだろうね。根っこなんて張ってないよね。どうなってんだこれ。何が一枚岩かと思って探してみたら、この滝が流れるこれ赤いのが全部一枚岩なんだろうね。ああすごいね自然ってね。こんなことが書いてある。遊歩道ではありません、大滝付近で行き止まり、足元悪し自己責任で一般向けではありません。じゃあ大滝まで行って折り返してこよう。その先がちょっと見たかったんだけどね、こんな案内表記が書いてあるならね、おとなしくやめた方がいいね。ここでマイナスイオン15,000個。あーすごいね。一回滝から離れちゃったね。こんな感じでね、つづら折りの山越えをしてから大滝見るような感じか。はい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 、山越え上等。はい、大滝まで110m、行くぜ。うわ大滝まであと少しなんだけど、こんな感じでね上からね崩れてきてるんだよね。固められてないから歩きづらい。これは怖いね。やっぱりね大滝見たらやめといた方がいいかもしれない。滝新しいもんねこの落石は。これチラ見させてあげよっか。はっきり見えるぞ。すごいねこれ。向こうにね展望台があるから、ちょっとあれを見てみよう。その大滝がこちらだ。大滝、ほら下の方までずっと流れんだね。素晴らしい、すごいね。毎秒何トンの水が流れんだろうね。980円サンダルと大滝。はい、目的地のね大滝、約1時間半かけてねゆっくりのんびり散策できたぜ。日曜日なのに観光客は誰もいない。よっしゃ、またのんびりね、下りだからね怪我しないように帰ろう。最後にねまた乙女の滝見て帰ろうか。なかなかね、1300m、400m 付近じゃね、花なんてね、なかなかないからね、これは何だろう。葉っぱの感じからすると、桜草の仲間かな、これはね。かわいいね。花に出会えるとね、嬉しい。すごく新鮮な気持ちになる。よし、行きはね、上りでね、結構辛かったからね、帰りはね、のんびりとね、小さな花を見逃さないでね、花探しでね帰っていこうか。今1個目。全然気づかなかったけどね、やっぱあるね。ほらこれはなんだ、今ちょっと確認するね。はい2個目のね、これはねほら葉っぱ見ればわかるでしょ、イチゴだよね。ヘビイチゴだって。かわいいね。ほらよく探すとあるね。ほらこの花、葉っぱがこんな感じ。これはね調べたら怖い名前、マムシグサって言うんだって。はい、新緑が綺麗だね。めっ
ちゃ綺麗。あ、下の方はもうお日様が出てるんだね。もううっそうと茂ってるからね、ずっと暗いとこだから花一つ咲いてない。はい、4つ目とね、5つ目を見つけたぞ。これはなんだ、知らんけど。あとね、ほらこんな紫のね、発色のいい花、わからない。はい、約3時間にわたるね、楽しい旅だったけどね、もう終わっちゃうね。これね、動画編集するとね、5、6分で終わっちゃうんだよ。あー、乙女の滝やっぱすげーな、すごい水し、うわ、あーあーあー、ダメだ、ここはびちょびちょになるよ、カメラまで濡れちゃうよ。はい、ここでね、しばらく見てから帰ろうと思う。はい、マイナスイオン浴びまくりのね、乙女の滝でした。はい、意外や意外ね、乙女の滝ってね、人工的に作られた滝なんだけど、それの上流部はこんな感じになっている。ねえ、はい、遊歩道を使った3時間ってね、あっという間に終わっちゃうね。はい、結局ね、すれ違った観光客はゼロ。朝早いこともあるけどね、なんかメジャーな観光じゃなかったようだね。まあ、いい滝見れたからね、よかったよかった。おう、はい、次はね、フラワーガーデンに行く予定だったが、昨日走ってる中でね、めちゃくちゃ長蛇の列をなしてたお蕎麦屋さんがあるのね。そこのお蕎麦屋さんが今10時15分の段階で営業してるから、そちらの方でね、蕎麦を食っていきたいと思います。朝飯にしてはちょっと遅いし、昼飯にしてはちょっと早い。ただあれだけ並ぶっていうのはなんか訳があるからね、ちょっと並んで食べてみようと思うで。それでやってきたのがこちらだ、手打そば蜜蔵。はい、ここで国民町ってとこだね。手打ちそば蜜蔵って読むのかな、蜜蔵って読むのかな。これは混むはずだよね。ね、店内はね、テーブル席が3つあるの、4人席、4人席、6人席。この6人席も俺一人で食うんだよ。この並んでる人たちが見えるところで、これじゃ回転悪いよね。これは蕎麦屋だからね、一杯飲む人もいるしね、これは回転悪いよ、並ぶわけだよ。はい、そば自体はね、とっても美味しくて、天ぷらもね、カリカリしてね、とっても美味しかったですよ。でも、ね、来るかって言ったら多分もう二度と来ないと思うな。それぐらいね、回転の悪い、お蕎麦屋さんだったね。それで今ね、左側に見えてるのがフラワーガーデンなんだけど、やっぱり咲いてる花が少ないから、これを、脇目に見ながら、一気に72キロ離れた駒ヶ岳の方までね、一気に南下したいと思います。1時間50分。今日は日曜日、あさってのね、火曜日にはね、雨が降るということなんでね、今日の日曜日と明日の月曜日、晴れのうちにね、一気に下の方をね、全部攻めたいと思います。それでは信州駒ヶ岳までワン食ったね、蕎麦屋で1時間半時間食っちゃったからね、かなり予定変更をせざるを得なくなりました。かなりもう岐阜の県境に近いね、駒ヶ岳の方でね、ロープウェイ使って、頂上付近まで行ってみたいと思います。う
うわ綺麗だね。左曲がっても車両通行止めだね。上高地と一緒で車じゃ行かれねえんだ。バスだ、バス。あとはバス、バスの時刻表を見ながらね、行くか行かないか判断します。ほらロープウェイの駐車場がここにあるから小型車専用。高さ 2.2 大丈夫だな。1日800円。ああ1日800円だよ。このバスで行くようだね。路線バスとロープウェイで4200円。12時45分。どうやらねギリギリ間に合ったようだね。12時45分のバスに乗っている。ほらすごい綺麗でしょ。うわー、ほらまだ残雪が残る中央アルプスだね。はい、ここからはね車両が入れないそうです。こんな狭いんじゃねすれ違いできないもんね。この狭いところをバスが行くんだよ。すげえな。いやーすごかったねこのバス。あんな狭い通りねずっと30キロで走るんだもんね。はい、じゃあロープウェイ急いでね、多分ね乗り継ぎがいいはずだから急いで乗っていこう。こんな感じなのね。よし、なんかねいろいろバタバタやっててね情報が取れてないのだが4000いくら。はい、これに乗るみたいだね。150m 終点天井寺駅の標高 2,662m は共に日本一となっています。あれは車山富士山と呼ぶ横浜雪の場所。ああ、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 日本で最高所にある駅。めっちゃヤバいところに来た。この光景ヤバすぎるでしょ。うわ、登山してる人がいる。ほら、いや寒い。これで大丈夫か。今日は5月26日、この千畳敷カールっていうのを見に来たが、これだよ。5月もう6月になるのにこれが見れると思ってきたら信じられない光景が広がってた。バスでここまで来て、こっから7分30秒のロープウェイに乗って、こっからのんびり遊歩道をね歩こうと思ってたか。このありさまだよ。おい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 、ただ白いだけの画角なので983ドル。はい、信州駒ヶ岳神社。こんな重装備じゃないといけないんだね。たったこれだけの敷地でね30分も1時間もね時間潰せないね。なんだこれ。
磁気カールと、はい、これが千畳敷カール。こっからは登山道が続くんだね。ああ雪の中どうやって登山するんだろうね。あんなとこに人がいるよ。はい、これが千畳敷カール。はい、ここ南アルプスからはねちょっと見えづらいが、ちょうどここ画面真ん中に富士山の御来光がね1月1日に見えるんだって。あとはこの方角に、日本の第2位の標高の北岳っていう3192メートルがあるんだね。そうだよね、富士山を見たつもり。はい、30分いるところでね2時ちょうどのロープウェイに乗る予定であったが、もう30分待ってね、雲の晴れるのをねちょっとだけ、我慢してね待ってみたいと思っている。だから乗る時間は2時半かで、そっから30分のバス移動で3時から1時間で自宅に帰ると。はい、あのロープウェイを使ってね下山しようと思ったが、30分粘っているが、見てくれ、ほらなんか市街が見えてるぞ。どこだ、見える？わずかね10分足らずの間に雲が晴れてきた。よし、あと30分待ってみよう。こんな雪でもね登山してる人がいるんだよね。5月26日まさかね雪だるまを作るとは思わなかった。ヨネちゃんお手製の雪だるま、バカ。はい、一向にね雲が晴れる様子はないんでね、この千畳敷カールをね、目に焼き付けながら、そしてこの南アルプスのね最高峰に当たるのかな、はい、この駒ヶ岳をね見て、お日様出てんだけどね晴れることはないだろうね。はい、目に焼き付けてね、2時半のね、ロープウェイに乗って帰ってきたいと思います。見えるかな、ここだな、画面真ん中、ほら2,4,6 人と後ろ3人すごいね。重装備じゃないとね絶対登れないね、このサンダルじゃね。はい、ここはホテル千畳敷ってとこだね。あー泊まれるんだね。それでは気をつけてください。はい、おしまい、バス乗り場はね、あったかいぞ。はい、帰りのバスはね、35分ちょっとかかったね。楽しんで参りました。それではね今日の活動はおしまいかな。はい、駒ヶ岳行ってきたよ。もうね3時半過ぎちゃってるんでね、今日の活動はおしまいかな。それでねこれから30キロ離れたね飯田市の方に行ってみたいと思うよ。長野県で一番南の市なんじゃないのかな、県との県境の方だね。なんと今天気をね確認したら、ここ飯田地方はね明日明後日雨なんだよね。これでね予定がねまるっきり狂っちゃうんだよね。岐阜旅の時にねどうしても行きたかった、ここ岐阜と長野県の県境にあるアテラ帝国っていうのをねどうしても行きたいのね。明日朝8時からっていうんでね、朝5時ぐらいから起きてね、3時間余りでねアテラ渓谷をねパーッと回っちゃいたいと思うんだ。
そしてどん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 週末に向けてね、上田市の方にね、新入社員の時に同期だったね姫にね、週末会う約束をしてるんで、上田市にねどうしても来週末にね行かないといけないからね。明日阿寺渓谷を回って、御嶽山は、今日みたいに多分雪だろうから、諦めて、どうしようかな。まあ帰ったらね、計画練り直ししていきたいと思うぜ。はい、伊那を抜けてね、今ちょうど飯田あたりなのかな。ずいぶん田舎に来ちゃったね。さあ今日の道の駅はね、どんな道の駅か。道の駅南信州豊岡マルシェってとこだね。こちらの方でね、飯田市全般のね、情報を取りながらゆっくりしていきたいと思っているぜと。いい感じのところだね。ちょっと腹減ったんでね、飯食っちゃいます。いい感じのところだけどね。あら、はい、ここのね観光案内のおじさんにいろいろ聞いたが、主だった観光はないみたい。お花はね、アイリス園が今一番いい時かな。藤は先週終わっちゃったらしいね。それで菖蒲園が、まだ始まってないって言ってたね。なかなかいい感じでね、空気も美味しいのにね。動画作成してたらね、もうこんな時間になってしまった。長野県飯田市あたり、今日はねいろいろ予定変更しちゃってね、バタバタな感じになっちゃったけどね。まあこれもね旅の醍醐味ということで。そしてね、明日の雨、明後日の雨、それをね有意義に過ごしたいと思っています。いつもご視聴ありがとうございます。それでは皆様、信州の空から、バイなら。